はい、こんにちは。チョウス。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。はい、では演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、はい、はい、恋は続くよどこまでも最終回迎えましたね。はい、はい、大変話題になりましたけれども、はい、はい、この演技を褒めて褒めて褒めまくりたいと思います。はい。はい、ではでは最初のシーンはまずは、16分のところですね。16分のところですね、はい、まあ、2人が、まあ、抱きつくところというか、まあ、あの距離が縮まるところなんですけど、はい、これも、また非常に綺麗でしたね。はい、もう最近もずっと綺麗としか言わないですけど、そうですね、いやもうとにかくこの2人はなんか、普通にこうなんだろうな、はい、距離が縮まるとなんか拒否反応、まあまあもちろんそうなんですけど、全然なんかこう出ないんですよね、うん、無理がなくて、でなんか自然に2人でいる場所が近いというか、はい、それが本当に非常に良かったなと思いましたね。はい、そうですね、あのこのドラマはあのですね、2人の、シーンが中心というか、うん、2人の関係性が中心に展開されていくものなので、まあ、そこはすごく強調されるというか、うん、重要なところで重要な役割を果たしてるかなっていうのはすごく思いますね、うん、はい、はい、そして続いては27分のところですね、27分ぐらいのところですね、はい、髪を乾かすところ、2人の部屋のシーンですね、はいはいはい、あるんですけど、はい、これまあ、髪を乾かしながら、はい、相手とコミュニケーションを取っているっていうところなんですけど、はい、何かをしながら、お芝居するというか、はい、ところですね。でそれが、はい、まあ、後ろの相手と、まあ、はい、対面していないところなんですけど、はい、これも隠して髪をかかしながらお芝居をするというところですね。これ、はい、見てるとなんかすごくなんか何でもないようなことなんですけど、はい、もう実はめちゃくちゃ難しいことなんですけど、うん、はい、でもこれはなんか言葉以外でやっぱその体で会話をしているので、はい、なんていうのかな、その面と向かわなくても、はい、なんかこう相手が感じてるものが多分お互い多分分かるんですよね。お互い伝わってるというか、うん、それをキャッチしてお芝居してるってことですね、はい、でまあその乾かし方だったり、うん、ね、触れ方だったりで多分分かっているんでしょうね。だからここが非常にうまいというか、うん、すごい感覚を持ってるんだなと、うん、思いました。まあ、相手に影響を与えて、うん、それを返ってきた影響をまた受けてお芝居をしていくっていうところですね。そう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 、ここは非常に良かったですね、はい、まあ、あれですよ、何かをしながらお芝居をするっていうのは、うん、まあ、簡単そうに見えて難しいというか、めちゃめちゃむずいですよね。そうですよね、訓練が必要なところですよね、うん、はい、もう素晴らしかったと。できないですか、はい、次が36分、はいはい、36分のところ、マフラーをかけてあげるところですね、まあ、かけて、で、なんか送り出すところなんですけど、はい、これも良かったです。マフラーから多分なんかこう、うん、匂いだったりぬくもりだったりっていうのを多分無意識に多分感じてるんですよね、うんうん、その意味というか、そういうところですね。そう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 、はい、でそれがこう体に落ちて、でそのまんまこう、うん、やり合っているというか、こう交流し合っているっていうのが見える、非常に、うん、綺麗でかっこいいシーンでしたね。その物に、小道具に意味を持たせるというか、うん、そこもうまく使って、うまく利用して、うん、自分の演技にプラスにしているところですね。それもすごくうまいところですね、はい、よかったです、はい、そして、最後が、はい、48分のところの、まあ、プロポーズのところ、空港で、はいはい、プロポーズを送り出すところというか、はい、ところですね、はい、ここはですね、はい、まあ、なんだろう、その「はい」っていう、まあ、結婚してくれるかっていう、はい、まあ、はいはいはい、まあ、はいっていう、その「はい」の前にこう体と目でこうなんかこう交流し続けるんですけど、はいはい、でその交流の中でどん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 こう自分の中でこう起こってきて、はい、でそれを使って最後の「はい」ってまあ言うんですけど、それもまたうまいな、まあ、相手をどんどん使ってるなっていう、なんか自分だけじゃなくて、はい、そう相手ありきのお芝居をしていたので、ここも非常にクリティカルな素晴らしい場所だったと思いましたね。自分のその演技プランの中だけにとどまるのではなくて、うん、その相手からプロポーズを受けた、うん、でそこで感じたものとか受けた影響を、うん、利用してその答え返すところにつなげていくっていうところですよね。で指輪渡すところもなんかその寂しさとかも、はい、これから離れちゃうので寂しさとかっていうのも乗っけてるっていうことですよね。乗っけてたなと思って、非常に、興味深く素晴らしいシーンだったと思いました、はい、そうですね、ええ、あと台本的にはあれですよね、佐藤健さんから、例えばバックハグするとか、うん、
キスをするとかっていう、うん、アプローチ佐藤健さん側からしていたのが、うん、ドラマの最後のところでは、うん、上白石萌音さんの方からするっていう、うん、行動の変化ですね、具体的な変化っていうのがあるのも、うん、ドラマっていうのは変化なので、うん、それが具体的な、行動として、書かれているっていうのは、それは素晴らしいところですよね、うんうん、やっぱり行動が変わるってことは2人の関係性が変わってるっていうところが、ね、ちょっとずつこう対等になるというか、そうですね、そうですね、そうそうそうね、ありますよね、うん、そうですよね、またもうなんですかね、この女子の理想を詰め込んだような、ね、なんかプロポーズするとか、そうですよね、髪を乾かすとかマフラーかけるとか日常の中でもちょっとありそう で、うん、でしかもそれを佐藤健さんがやってるっていうね、うん、もうきっともだえてるんだろうなっていう、いやもう、いやしかし佐藤健さんも何やってもかっこいいですね、いやそうですね、そうですね、うん、美しいですね、うん、そうですね美しいものですね、うん、そうですね、非常に本当に本当に、でもなんかもちろんそのなんかその演技というか、うん、もう非常にもやっぱ感覚がやっぱ優れてます、うん、多分そうですね、そうですね、素晴らしいですね、うん、なんかねこれはもう、うん、ね見てできるような実はものじゃないんですよね、うんうんうん、本当に非常に難しいですね、こう自分がイメージしたことを、身体的に表現するというか、うん、イメージしたままそれをやるっていうことがすごく優れてるのかなと思いますね、うん、天童先生っていう結構その、うん、なんですかね、感情の起伏がそんなに激しくない役の中で、うん、その幅が狭い中でも、うん、うまく表現をしてる、うん、ちょっとした表情とか、うん、目線とか、うん、そういうところで、演技をしてるっていうのがすごく繊細に演技されてますので、うん、本当にすごかったです、はい、何にしろこの相手ありきだし、うん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 、この2人の距離感もね、もうこのドラマで本当にすごくですよ、ね、そうですよかったですね、うん、なんか尻込みもしないし、うん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 、もう本当にだから多分普通に見えるんじゃないかなと思って、そうそうそう、なんかこう、そうですね、自然に見えるというか、普通に見えるというか、うんうん、だからそれってすごいことなんだよなと、うんうん、だってそうです、ね、まあ、変な話、役者さんと役者さんの他人なんじゃないですか、うんうんうん、そうですね、そうですね、でもなんかもう普通の距離感だし、うんうんうん、それ近いのが当たり前っていう風に見せているというか、うん、まあ見えるし。っていうのは本当に素晴らしくやっぱ感覚が優れてるし、ね、相手を受け入れるし、ね、で出していくしっていうのがうまいんだなって思いましたね、うん、役者さんも素晴らしいし、そのキャスティングした人も、うん、すごく素晴らしかったでしょうね、うん、と思いました。そうですね、あとこう画面を通じて見ると、うん、まあ、それでも十分美しいじゃないですか、うんうん、でもこの僕たち周りにこうテレビ出ていらっしゃる方とかとご一緒することが周りにあるんですけど、大体、感覚値ですけど、うん、画面を通じて見るより大体10倍ぐらいお美しいと僕は思ってます。いやそうですよね、大体そうです、ね、驚くよね。そう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 、本当キラキラしてるんですよね、本当にびっくりする。なんかきっとテレビがない江戸時代だったらこう、はい、なんか村祭りとかでこうみんながこうバシャーって来ちゃうよ、ね、はいはいはい、ああいうの分かるよね。分かる、本当に本当に10倍ですからね。そう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 、隣町のこう可愛いぜっていうのがなんかこういっぱいのところにこう広まってるっていう感覚めちゃ分かるね、うんうん、ぐらいびっくりするね、うん、そう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 、いやそうなんですよ。だから多分これこいつ見て、うん、画面の前でもだえてる人は多分実際会ったら、うん、命の危険すらあるっていう。いやでもそうだよね。いや多分そうだよ、ね、本当に本当に10倍すごいから、うん、そう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 、実際そうだよね。そうだから本当になんかイベントとか舞台とかで、うん、もしなんかそう見に行く機会あったら、うん、衣装だけとりあえず書いといた方が、うん、これテレビの前でもだえてる人がね。じゃあそうだ、いや本当に10倍だから。そうだよね、そうそうそう、ギャーっていうの分かるよね。分かる分かる、そう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 、そう、あれが生で見ちゃった人の破壊力ですよね。そうそうそう、本当にキラキラしていますからね。うん、そう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 、素晴らしい、そうなんですよ、はい。でまた佐藤健さん映画が多分ルロン剣心の新シリーズがあるということなので、うん、すごく楽しみですけれども、うん、はい、これからもね素晴らしい演技を、アクションもルロン剣心あると思うので、もう何でもできるね。素晴らしい俳優さんですよ、はい、うん、ですね、やっぱお金を払いたくなる俳優さんですね。間違いないです、ね、はい、ということで、はい、恋は続くよどこまでの最終回でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画が少しでもいいなと思った方は、グッドボタン、はい、チャンネル登録お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。